大谷の会見に疑問符を示すひろゆき。大谷翔平に大きな影響を与えた水原一平通訳による違法賭博問題。この問題について大谷はついに声明を発表して自身の関与を完全否定していた。しかしこの声明に対して2チャンネル解説者で元管理人のひろゆきこと西村ひろゆきが疑問を呈した。ひろゆきは大谷の水原氏が勝手に口座から送金したという発言に違和感を覚えたようで、仮に水原さんが悪さをしようと思って銀行にまずログインしましょうって時、たまたまパスワード知ってたとしても、そもそも大谷さんのメアドにコードが飛ぶので、もしくは二段階認証みたいな Google のアプリのコードで入らないといけないので、大谷さんのメアドを盗むか携帯を盗むとかしないとまずできないというように、水原通訳が勝手に大谷の口座から送金することの難しさについて解説していた。さらにひろゆきは、そんな簡単に7億送れねえだろうと思うんですよね。そうすると水原さんが機体のハッカーであるか大谷さんが手伝ったということじゃないとちょっと無理があるんですよと疑問が止まらなかった。